5月10日、松山市柳井町の松山看護専門学校で、笑顔をつなぐ愛媛大会の選手団サポートボランティア養成講座が開講されました。この講座は、愛媛県から委嘱された協力校20校の学生を対象に、選手団サポートボランティアとして養成しているものです。選手団サポートボランティアは、来年開催の第17回全国障害者スポーツ大会、笑顔をつなぐ愛媛大会の期間中、選手に寄り添って、介助や誘導などのサポートを行います。この日は、松山看護専門学校の学生、およそ80人が参加し、愛媛県の担当者から活動内容や手話などを教わっていました。選手団サポートボランティア。まずその、障害者スポーツ大会なんですけど、愛媛で来年初めて開催されることと、その私たちがその大会をサポートさせていただけることは本当にもう人生で一度の貴重な体験だと思っております。それぞれ目的のために一生懸命取り組むところは通ずるものがあるので、選手の皆様をはじめとして全ての方々が笑顔をふれる大会になるように、松寛生の、大切にしている思いやりとか支え合いとか、あとおもてなしの心を持って、全力で盛り上げたいと思います。笑顔で頑張ります。1年後には、障害者の人と一緒に行動して支えながら6日間を過ごして、楽しい思い出が一緒に作れたらいいなって思いました。障害者の方 とたくさん交流を深めて、私たちも一緒に笑顔、皆さんが笑顔になれるようなサポートをしていきたいと思います。もちろんその車椅子のサポートとか、選手 その外から見て分かる表面的なサポートもそうなんですけど、あとは選手 の心の面のサポート、応援とか交流を通して選手の緊張がほぐれたりとか、その中身 のサポートを通してボランティアの皆さんにもいろいろと経験していただいて学んでいただきたいと思ってます。学生さんたちにはもう本当にもう大会を選手と一緒になって楽しんでもらいたいので、活動自体はなかなかハードなところもあるんですけど、もうぜひぜひ頑張っていただきたいと思ってます。最後に国体みきゃんも登場し、早速教わった手話を交えて記念写真を撮っていました。来年の大会本番では皆さんのサポートも大いに活躍することでしょう。皆さんのサポート頑張ります。